ズーシーホッキーは北海道北都市の公式キャラクターである。北都市公式ホームページでは北都市のいいところを PR してゆく宣伝隊長と紹介されている。2014年のゆるキャラグランプリに出場した。平成25年、北都市が平成27年度の北海道新幹線開業に向け道内外に市の良さをアピールするためのご当地キャラクターとして、 地元の公立函館未来大学と共同で制作。同年11月、学生がデザインした5つの案を候補に市民投票が行われ、1位となったズージーホッキーが採用された。2014年10月23日より開催の物産展、生らうまい北海道展の PR ポスターに起用人気アクション漫画、北斗の剣のキャラクターと共演するイラストが描かれた。 2015年2月12日から2月20日の間に、ズーシーホッキー文字ロゴ決戦投票を実施した。北都市特産のホッキ貝と地元のブランド米、フックリンコを使ったホッキの握り寿司をイメージしている。人気投票時点のプロフィールでは、不明。何を考えているのかわからない。突然四つんばいになる生き物。と紹介されている。鳴き声は、ホキホキホキー。 ありがとうございます。